皆様お待たせいたしましたただいまより株式会社 AGP 2024年3月期決算並びに中期経営計画進捗説明会を開催いたします本日はお忙しい中ご視聴くださいまして誠にありがとうございます本日は会社側からのプレゼンテーションの後に質疑応答の時間を設けておりますそれでは本日のご出席者を紹介いたします 代表取締役社長執行役員兼チーフエグゼクティブオフィサー杉田武久取締役執行役員兼チーフフィナンシャルオフィサー竹山哲也執行役員兼チーフストラテジックオフィサー辻吉子以上3名でございます本日は杉田社長よりご説明いただきます早速始めたいと存じますよろしくお願いいたします はい。皆さん、こんにちは。本日は、株式会社 AGP 機関投資家向け説明会にご参加くださいまして、誠にありがとうございます。私、4月1日に社長に就任いたしました、杉田でございます。この後、私から30分ほど資料の説明をさせていただいた上で、残る時間でご質問にお答えしたいと思います。それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 はい。えー、2ページ目の目次にあります通り、本日は5月13日に発表いたしました2023年度決算をご説明の後に、中期経営計画の進捗と、その20 2024年度の取り組みをご説明させていただきます。その後に2024年度の業績予想について説明させていただきたいと思います。それでは4ページにお進みください。 ここではエグゼクティブサマリーとして2023年度の決算数値それと過去5年間の推移をまとめております2023年度の売上高は129億8600万円営業利益は10億5900万円となり経常利益、当期純利益ともに計画を大きく上回ることができました本業績を踏まえた株主の皆様への配当は 期中での増配に加え9月5月13日に発表いたしました期末での増配これによりまして年間の配当額を前年度の30円ここから45円に引き上げることができました過去5年間の業績推移は表の通りで足元は航空需要の回復を背景とした増収増益基調にありますコロナ禍からの確実な回復を示しております 2024年度からは、後ほどご説明いたしますけれども、新たな経営体制のもと、成長事業の創出、技術研究開発、財務戦略、ESG 経営の推進による経営基盤の盤石化、人的資本経営等の実行を加速させますので、一時的に営業利益率は対前年比較で減益になる経営画でございますが、中継最終年度の2025年度、 目標値である営業利益率10%は変わらず目指してまいります。次のページにお進みください。5ページは、損益計算書の概要です。売上高は129億8600万円で、前年から19億4600万円、17.6%の増加となりました。売上減価については、各種費用の効率化に努めながら、 11億500万円、11.6%の増加に抑えました全社費用は3億1000万円、32%と大きく増加しましたがこれは中期経営計画実現に向けての成長に資する海外での活動や法改正、インボイス・伝聴法への対応セキュリティ強化等によるものです以上によりまして、売上高の増加が 費用の増加を大きく上回ったことにより営業利益は前年の5億2700万円から10億5900万円と拡大することができましたなお当期純利益につきましても前年度を上回る結果となっています次に6ページで事業別の売上につきご説明させていただきます今期は 動力供給事業を大きく回復させることができました売上高は54億7,500万円前年から12億800万円28.3%の増加となりましたこれは引き続き航空機の運航便数が回復していることと今期から導入した原材料費の高騰を価格転嫁する制度これによるものでございます。 またエンジニアリング事業につきましても航空需要の回復に伴い空港内の特殊機械設備こ,れこちらの保守業務が増加したことや修繕工事の増加などにより売上高は64億9300万円前年から6億2300万円10.6%の増加となりました一方物流保守サービスにつきましては成長領域と 位置づけしていたものの義務提供から脱却した付加価値のあるビジネスを創出できておりませんしかしながら今般外部から経験のある人材を部長職に採用し必要となる機能を具備しながら事業の拡大を目指す所存でございます商品販売事業につきましては2023年2月に AGP 電気サービスを終了いたしました影響で減収となっておりますけれどもフードシステム販売は積極的な地方展開が進み前年を 59.8%GSE 等販売は前年を32.7%上回るところまで回復し売上高は10億1,700万円前年から1億1,500万円12.8%の増加となっております。 次に7ページにお進みください。バランスシートの概要につきご説明いたします。はい、上段左右はバランスシートの概要でございます。左上の資産合計は137億9,600万円で前期末費4億4,100万円の増加となりました。事業活動に伴って流動資産が変動したことに加え 固定資産は減価償却が進行したことによりこれに加えて繰延税金資産が減少をしましたが10億4600万円の投資を行ったことなどにより3億1200万円増加しております。上段右側ですが純資産については配当金の支払い5億2800万円がございましたけれども 六億八千九百万円の利益計上等によりまして一億七千三百万円増加しております。また有利子負債については長期借入金の返済金等によりまして二億七千七百万円減少しております。右左下の分析指標ですけれども、ROE は七点四パーセントと前年を上回ることができました。自己資本比率については。 67.8%となりました手元資金に加え有利子負債を活用しながら成長投資を実行し50%台に低減させたいと考えておりこの先の大きな課題と考えております2023年度決算の概要は以上のとおりでございますそれでは9ページにお進みくださいここからは中期経営計画の進捗と 2024年度の取り組みをご説明させていただきます。はい、9ページでございますこちらでは上場維持基準適合に向けて取り組みについてご説明させていただきます。現状はスタンダード市場の上場維持基準こちらは流動株式比率25%以上を当社は満たしていないため 経過処置機関適用会社とという位置づけとなっておりますこれは過去の経緯から政策的な保有を目的として当社株式を多く保有されている株主がいらっしゃいますので流通株式比率が著しく低く上場維持基準を満たすことができていない状態ということでございます。これまで当該株主様の方方針を尊重する一方 当社の流通株式比率の状況をご理解いただいた上で当社株式の保有比率低減に向けて固定株の縮小に向けた取り組みを相互信頼関係のもと推進し市場及び株価への影響を最小化しつつ早期に流通株式比率を高めることができるよう自己株式の活用など各種施策を機動的に検討実施する計画の実行に努めてまいりました。 流通株式比率の改善に向けたこの2年間の実績としては上位3位までの主要な株主に保有されている当社株式を128万7900株売却していただき当初17.73%であった流通株式比率は2024年3月31日現在において23.83%となりましたしかしながら 現時点では流通株式比率25%以上の上場維持基準は未達の状態でございます。今後も引き続き当社の最大の経営課題である上場維持適合に向けて過去の経緯から当社株式を多く保有されている企業様へ保有株式比率低減のお願いをさせていただく対話を続ける所存でございます。次のページにお進みください。こちらのページでは 中期経営計画についての進捗のレビューでございます中期経営計画では3つのステートメントとして ESG 経営を推進し成長の実現戦略投資と還元の両立を行うというメッセージを掲げておりますこのページではその中の ESG 経営の推進こちらの進捗について整理しております 環境社会実現に向けた貢献としては、動力供給事業の中小規模空港における小型機器等への電力供給ツールとして国産発のバッテリー gpu。こちらの開発を行い、b パワー gpu と命名し、商標登録を登録を終えております。販売実績は1台となっております。また、電動ブレーキクーリングカート、 の製品開発も行っております人材育成と社員福祉の充実については2023年4月より退職金制度を統一いたしましたこちらは確定拠出年金制度を導入したものでございますまた当社にとって価値創出の原動力であり最大の資本,資本といえる従業員が高い次元で挑戦しその成果に報いる観点から 従業員自身が株主になることで従業員の経営参画意識が向上し役員と従業員が一丸となって企業価値向上に取り組むこちらを目的といたしまして人的資本投資の一環として株式給付信託 JISOP こちらを2023年5月より導入いたしました加えてダイバーシティ推進を念頭に置いた外国人社員の採用を着実に進めております 社員福祉の向上についても育児休業取得率は100%を達成しております経営の透明性健全性に重きを置いたガバナンスにつきましてはこの2年間はコーポレートガバナンスコードを遵守できていない19項目のうち11項目を達成することができました引き続き本中期経営計画期間残り2年でございますけれども全項目の達成を目指してまいります IR 活動につきましては認知度向上に向けて四半期ごとに個人投資家向け説明会基幹投資家説明会を実施しております情報発信の充実に向け当社ホームページをリニューアルして情報発信の充実化も行っておるところでございます上場維持基準適合には未達の状態となっておりますが引き続き 流通株式比率の向上に向けた取り組みを進めてまいります。次のページをご覧ください。このページでは、中期経営計画最終年度にあたる2025年度の定量目標に対した進捗状況についてご説明させていただきます。中期経営計画最終年度である2025年度の計画と対比いたしますと、損益計算書では、 売上高が中期経営計画の最終年度対比で。二千二十三年度八十六パーセント。二千二十二年度の七十三パーセントから十三ポイント上昇することができております。営業利益につきましても七十点六パーセントとなり。一見して順調に回復している状況ですが。前半の二年間は。助走期という位置づけであり。今後最後の二年が重要と考えております。 一方でバランスシートに目を移しますと自己資本比率が67.8%と高止まりしておりますが過去2年間成長に資する戦略投資が進んでいなかったということによるものであり今期より有利子負債の活用と積極的な事業投資を実行することにより資本効率の向上に努めてまいりたいと考えているところでございます。 また ROE につきましてはコロナ前より上昇してきておりますけれども後ほど2024年度の取り組みと業績予想のパートで詳細はご説明いたしますけれど将来の成長に向けた人的資本投資研究開発投資こちらを実行する計画としており2024年度は一時的に ROE を低下するということが覚悟した計画としているところでございます。 空港外売上比率についてですけれども、航空需要の回復、これを背景とした空港内既存事業の回復が加速しております。結果増収となったことから、売上比率、空港外の売上比率が低下しているというところでございます。今後、空港外領域への積極展開を継続し、中期計画の20%以上、こちらの達成を目指してまいります。 CO2 排出量の削減につきましては、航空需要の回復を背景として順調に推移しております。最後に戦略投資と還元の充実につきましては、先に述べましたように、成長事業領域への投資の進捗が芳しくない状況ですが、今期からリカバリープランを策定し、2024年度から2025年度の2年間で有利負債の活用と、 積極的な事業投資を計画実行し資本効率の向上に努めるとともに中期経営計画でお示した4年間のキャッシュアロケーションこちらの計画の達成を目指しておりますそれでは次のページにお進みくださいここでは既存の3事業につきまして2023年度の取り組みをご紹介しております 動力供給事業につきましては、原材料費の高騰に対する価格転嫁制度、こちらを導入し、従来同様の収益性を担保する仕組みが整いました。今後、いくつかの空港で拡張や再編等の計画が進むことから、当社としては資産効率の向上を意識しつつ、投資を実行し、また技術開発も継続してまいります。 エンジニアリング事業については、事業環境の変化に応じて契約の改定を行い、引き続き収益性の改善に努めてまいります。事業の拡大に際しては、人の問題が大きな課題となりますので、技術者のマルチスキル化、ビジネスプロセス改革、こちらの推進することによって生産性の向上に努めてまいります。商品販売事業につきましては、環境貢献をはじめとした 社会課題の解決にも資する商品の提供を行ってまいります。それでは次のページにお進みください。ホームページでは戦略投資の進捗についてお示ししております。前日にもございましたけれども戦略投資が計画より遅延している状況でございます。もう少し深掘りさせていただくと 事業の観点から現在の取り組み状態について説明させていただきたいと思います採算性の低い事業こちらについては成長エンジンの獲得に向けリソースを再配分してまいります空港外の成長市場である物流保守サービスに展開していきます自社製品となるバッテリー駆動式 GPU の開発に成功し 販売実績を上げることができております空港内におけるマネージメントシステム失礼エネルギーマネージメントシステムの研究開発をタイのタマサート大学日本の武蔵野大学と連携し研究開発を開始しております次に財務の観点から現在の取り組み状況についてご説明させていただきます 成長事業の創出に対する資本投入は進んでおりません。よって借り入れの実施もございませんでした。結果内部留保が膨らみ自己資本比率も高止まりの状態が継続しております。資本効率の向上も進んでいませんが利益の増加により ROE は向上しております。株主還元については2年連続増配となり2年間の 総還元成功は100%以上こちらを維持しておりますこの状況を踏まえ中期経営計画の残り2年間で本格的な戦略投資の実行を加速させてまいりますはい次のページをご覧ください成長の実現に向けた事業戦略における進捗でございます上段にメッセージがございますが 現状においては未だ大きな成果を得られたわけではございません。まず中央の新商品開発戦略においては、当社技術を駆使してバッテリー駆動式 GPU を自社開発に成功したところでございます。そして B パワー GPU と命名し、商標登録を行っております。この商品をもって市場開拓戦略として地方空港への展開を行い、 すでに納品済みでございます。また当社が出資しておりますスマートエアポートシステムジャパン、通称 SASJ 社のコンボ機材も地方空港へ展開が拡大中でございます。海外展開につきましてはコロナにより空港拡張計画自体の遅延、こちらが3年ほど発生しました。しかしながら2022年、 10月に水際対策が緩和されたことに端を発し徐々に再開をしてきており当初ターゲットとしていた空港以外の複数の空港からお引き合いをいただいている状況です積極的に埋設型 GPU の事業展開ができるように取り組んでいる最中でございます空港外の戦略ですけれども EC 物販産業の著しい成長によりまして 倉庫関係における機器のの設置保守業務の受注が増えておりますまた当社は電気の専門部隊といっても過言ではございません電気を主軸にした新しい商品の開発を行っておりタイのタマサート大学と空港におけるエネルギーマネージメントシステムこちらの共同研究開発を行っております。そして電気かける 環境 ×DX という領域で事業の多角化を狙っております。ナショナルアジェンダの空港における脱炭素に向けた取り組みの一つである空港車両 EV 化、こちらを好機と捉え、羽田空港において空港車両の EV 化調査事業を実施し、また高松空港におきましては、電動トーイングトラクターと充電設備を設置して実証事業を行いました。 この先当社の得意な電気を主軸としたこの領域で技術を駆使した新たな製品や機能を具備できるように努め成長の実現につなげて参りたいと考えておりますそれでは16ページですねご覧くださいここからは目標に達成に向けた施策についてご説明させていただきます解決すべき現状の経営課題としては 先ほどから申し上げておりますが上場維持基準である流動株式比率25%こちらは株主3社からの自己株取得によりまして2024年3月31日現在で23.83%まで改善しておりますが残り1.17%以上の改善が必要となっております。もう一つ成長のの実現に向けた戦力投資の 実行が遅延していることこの2件が最優先事項の経営課題として認識しておりますこれらの課題解決のために当社は BS 経営を念頭に置き3つの方針のもとに事業推進をしてまいります1つ一時的なフリーキャッシュフローはマイナスになることを覚悟しております成長分野への積極的な資本投入を行い 資本効率を高め企業価値向上を目指します2つ先行投資の位置づけで研究開発と人的資本投資を実行することを計画に織り込み営業利益が一時的に減益することを覚悟します3つ目このために25年3月期の配当につきましては誠に遺憾ではございますけれども当期の配当45円こちらから5円減配の40円の 予想とさせていただいておおりりまますすただ配当成功は100水準を見込んでおりますそしてこれらの経営課題に対してスピード感を持って解決にあたるため組織構造を再編することとしてチーフオフィサー制度を導入いたしました加えて従来の部門制だけでなく経営課題に対し全社横断的に関与する戦略タウンを設け 各役員に明確なミッションを設定いたしました。チーフオフィサー制度及び戦略タームにつきましては、次ページ以降で詳細にご説明させていただきます。はい、次の17ページです。まあ、先のページで趣旨をご説明いたしました、チーフオフィサー制度の導入と戦略タームの設置につきまして、こちらは先日開示させていただきましたけれども、その際の資料を ご提示させていただきますチーフオフィサーはページ中段上側にあります4つの項目として経営目標の達成に向けた戦略の立案と方向性を決定しモニタリングを行う戦略目標の実行を加速させるために必要な指導を行う成長戦略の実現に向け優先順位をつけて最適な資源配分を行う。 成長事業投資について適切に投資判断基準を満たしているか否かこちらの判断を行うとしております戦略タームにつきましては各々の目標を達成することで最終目標である株主価値向上に向けて総力を挙げて推進してまいります次のページにお進みくださいはいこちらはチーフオフィサーの体制を示しております CEO、CFO、CSO、CTO という4名のチーフオフィサーを選定したところでございます。うち2名につきましては業界内の知見を有しているもの。他2名におきましては業界外の専門知識を有しているということで、バランスの取れたチームであると自負しております。次のページをご覧ください。 このページでは、具体的な戦略タームの内容についてご説明させていただきます。左上側にあります成長事業創出・事業開発推進。こちらは、将来の AGP のために新たな収益の柱となる成長事業の創出のための事業開発を推進するということで、必要となる機能を義備するための M&A、出資などを行っていくタームを担っていくということになります。 その隣水色の薄い水色の部分ですけれども研究開発推進こちらは成長事業の創出を支えるための技術開発や新たな自社製品機能を具備するための研究開発当社独自の技術である埋設型 GPU の技術革新加えて人手不足に対して精進化に資する研究開発技術研究開発ですねこちらを担ってまいるものであります。 それから主なところでもう一つご説明いたしますと、左下側に位置しております、PPR 推進です。こちらは適正人員の可視化から始まり、業務効率化と適正なシフト編成により、一人当たりの生産性向上、こちらを図る役割を担っております。その他、人的資本投資、ダイバーシティ推進、GPU の投資抑制、コーポレートガバナンス強化、 上場維持、資本政策、財務戦略等々戦略担務を設定しているところでございます。次のページをご覧ください。こちらでは今般実施いたしました従業員の賃金水準の引き上げについて簡単にご説明させていただきます。もう皆様ご承知のとおり、昨今の急激に進む物価上昇を背景に 従業員の生活水準を守るということを考え、また改定が予定されております最低賃金引き上げに対応するために各企業は賃金の引き上げを実施しております。当社においても検討を重ねてまいりました。私たちは既存従業員のみを対象に考えるのではなく、将来の AGP、将来の AGP 従業員のことを考える必要があると考えております。 AGP にとって人材は価値創出の原動力であり、最大の資本であると捉えておりまして、この4月に組織改革を行い、新たな体制をスタートしておりますけれども、戦略目標である成長事業の創出、技術研究開発、財務戦略、資本政策等の実行を加速させるためには、新たな人材の確保も必要でございます。また、従業員の成長とともに、 企業価値の向上を実現させるために従業員の能力開発を行っていきたいと考えております。この考えに基づきまして、1人当たり平均月額1万円程度の賃上げ、率で申し上げますと3.6%の賃上げを決定いたしました。なお、定期昇給昇格を含む賃上げ率は6.2%相当となります。また、現在当社が必要としている階層には、 メリハリをつけて最大2万円の賃上げといたしましたこの賃上げで優秀な人材の確保維持に向けた採用力強化および従業員定着率の向上と既存従業員の能力開発につなげたいと考えているところでございますはい、えー、次のページ以降2024年の主要な取り組みと業績予想をご説明させていただきます スライド22番となります。まずは損益計算書をご説明です今期より BS 経営を念頭に置いて資本効率の高い経営を目指し手元資金に加え有利子負債を活用し成長投資として成長事業に資する戦略投資空港再編拡張に対する設備投資更新投資人的資本投資研究開発投資等こちらを積極的に推し進め 自己資本比率を適正なレベルに引き下げ ROE を高める方針としております。2023年度と比較いたしますと売上高143億円と13億1,300万円の増収こちらはコロナ前の2019年度と比較すると97%に回復したところでございます。売上減価につきましては売上高の増加に伴う原材料費 変動費の増加に加え研究開発費研究開発投資です人的資本投資こちらを計画した結果11億4300万円の増加を計画しております全社費用につきましては4億1900万円32.8%と大きく増加させておりますけれども成長の実現に向けたコストとして新たな企業成長に資する研究開発投資 成長戦略の遂行を進める人材、次世代リーダー候補の採用にかかる人的資本投資、業務効率化等々に向けましたシステム導入などを売り込んだ結果でございます。売上減価と全社費用に成長の実現に向けた費用を組み込んだ結果、営業利益は一時的に2023年度対比で2億4900万円の減益となる8億1000万円。 と計画しておりますこれも一えに中期経営計画達成に向けた成長に資する投資と考えております。それでは次のページをご覧ください。はい、えー、このスライドでは財務計画と経営指標をお示ししております。左上の表で、えー、戦略投資についてご説明いたします。2024年度では前年度実現していない成長投資。 事業投資について、総額二十七億九千三百万円を計画しております。また、これに加えて人的資本投資、研究開発投資をも計画し。総額で四十五億円余り。こちらの戦略投資を計画しております。これらの戦略投資を実現するために。先にご説明いたしましたチーフオフィサー制度の導入。戦略タームの設置などの業務執行運営体制を変更したもので。しっかりと。 進捗管理を行行いながら実行に向けて取り組んでまいりますますた右下のキャッシュフロー計算書でお示ししていますとおり営業キャッシュフロー以上の投資キャッシュフローを計画したことによりましてフリーキャッシュフローはマイナス計画マイナス29億3600万円といたしましたその上で新規借入等を実施ししっかり有利子負債を活用して資本効率の向上を図ってまいります 株主還元につきましては右上の表でお示ししていますとおり2024年度につきましては年間配当を40円と計画しております中期経営計画期間の4年間の総還元成功は100%以上を検持いたしますこれらの結果一時的な利益の減少に伴い ROE は5.0%と2023年度対比で2.4ポイント 低下いたしますが自己資本比率は7ポイント低下して60.8%とする計画となっておりますそれでは次のページにお進みくださいこちらは売上計画を事業セグメント別にまとめ直しているものでございます動力供給事業エンジニアリング事業 こちらが5%程度の伸びにとどまる一方で商品販売事業これこちらが62%増と2024年度の業績を大きく牽引しています。これは商品販売事業のうち特に GSE 等販売におきまして大型 GSE 機材の販売が制約したことに加え自社製品であるバッテリー駆動式 GPU B Power GPU の販売計画をしていることによります今後すべてのセグメントにおきまして期中にも営業活動を推進しさらなる増収を図りたいと考えております次のページにお進みくださいこちらは事業セグメント別にコロナ禍からの回復状況をお示ししているものでございます 動力供給事業につきましては、グラフなどにより、堅調な回復度合いがお分かりいただけますが、航空需要の回復により、コロナ禍から、原材料費、価格上昇分の転嫁を含めると、売上高は100%の回復となっております。しかしながら、電力供給機会の増加と利用率向上に資する営業推進の結果は、回復率94%にとどまっていると。 予想していいるところでございます一方セグメント利益につきましては研究開発投資を推進することで原価費用が増加し2023年度対比で横ばいと予想しております。エンジニアリング事業につきましてはコロナ禍からの回復を92%と予想しておりますけれども昨今の IoTAI 等の技術革新による DX の進展によりまして 空港内特殊機械設備のメンテナンス事業自体に大きな変革が訪れております。まあ私どもが今行っている疫務提供による常駐保守は減少していくんではないかという懸念がございます。この結果コロナ前の回復へは難しいと判断しております。商品販売事業につきましてはコロナ禍による投資抑制機運から回復しつつございますけれども 当事業はフロービジネス主体でございますまた昨今の原材料の超納期こちらの影響を受けるなどしておりボラティティィの高い特性を持っております今後も営業活動を推進させ年度の枠を超えた受注を目指すなど安定化に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております次のページにお進みくださいこちらで本日のご説明は最後となります まあ当社の株主様への配当方針をご説明したものでございます当社は株主の皆様へ安定的継続的な利益還元を最も重要な課題の一つとして認識した上で内部留保や業績財務状況等を踏まえた上で年2回の配当を行うことを基本としておりますまた一株当たりの利益を増大させることで株主価値の向上を図るとともに 配および自己株取得に積極的に取り組んだ上で中期4カ年トータルの相関減税を100%とすることを目指しているということで2024年度の年間配当は度々申し上げておりますけれども40円を予定しているということになります。最後に2022年度から23年度の実績と24年度の計画を踏まえると中期,計中期計画 3年間の総還元成功は110%とした試算しているところでございます。これからも株主の皆様のご期待に沿うべく、経営の改善に努めてまいりたいと考えております。以上でご説明は終了とさせていただきます。次ページ以降は、現中期経営計画を再建させていただいておりますので、ご参照いただけますと幸いです。本日は最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。 これより質疑応答の時間といたします。それでは最初のご質問です。動力事業はほぼコロナ前の売上に回復してきているものと思いますが、エンジニアリング事業はコロナ前に比べると回復が遅いと思います。この背景を教えてくださいといったご質問です。お願いいたします。CFO の竹山から回答申し上げます。 エンジニアリング事業においても航空需要の回復により業務量は増加しております。また、コロナ前と比較しますと、中期経営計画において売上は戻らないことを想定として織り込んでおります。この大きな要因につきましては、IoT や DX 化が進み、我々が行っている BHS 旅客手荷物搬送設備の保守形態に変化が起きております。具体的には、 IoT DX によりセンシンク技術が発展しておりますこれによりまして我々が常駐保守として行っていた業務が業務量として減ってきておりますこの減った人材につきましては物流保守事業に展開し新たな売上確保をしておりますこの物流保守事業につきましても IoT DX 化が進んでおりますのでこの分野におきまして研究開発投資を積極的に行うことによってこの売上を 拡大することを計画と織り込んでおります以上回答申し上げました続いてのご質問です動力事業の収益力が大きく牽引したものと思いますがこの要因は発着便数の増加 GPU の利用割合の増加価格転嫁が相交した点かと思いますが想定以上となった点は特にどの要因でしょうかといったご質問ですお願いいたします はい。え杉田からご回答申し上げます。動力供給事業の売上拡大につきましては、航空需要が回復し、発着便数が増加したこと、こちらが大きな要因の一つと考えております。一方で、えー、お使いいただける GPU の利用割合につきましては、横ばい状態が継続していると考えております。言い換えますと、 この GPU の利用割合を上げることによって、さらなる売上増が期待できると、伸びしろだというように私ども考えているところでございます。まあ、今後もしっかりと営業活動に取り組み、利用割合を増やすことを目指してまいりたいと考えているところでございます。以上、ご回答を申し上げました。 続いてのご質問ですエンジニアリング事業は空港外の需要取り込みを積極化されてきましたが航空便の回復で空港内の売り上げも回復しているものと思います一方で人員不足は大丈夫でしょうか海外からの人員増を図っていらっしゃると思いますが人数は増加しているでしょうかといったご質問ですお願いいたします CSO の辻から回答させていただきたいと思います 労働人口減少を背景に人材不足、これは日系企業にとって大変重大な課題だというふうに認識しております。当然、当社にとっても重要な経営課題であるというところでございます。ですが、これはコロナの前からすでに分かってきたことでございまして、当社は2018年頃から外国人採用を積極的に開始しております。すでに優秀な外国人エンジニアが 40名以上を当社の各拠点で大活躍をしている状態でございます加えて私どもは外部リソースの活用というものも積極的に拡大しておりましてこの両輪で現在現場のオペレーションを支えている状況でございます以上です続いてのご質問です GPU の利用割合はどうなれば上がってくるでしょうかといったご質問ですお願いいたします CFO の竹山からご回答申し上げます GPU の利用割合については航空会社さんさまざまな理由がありまして使われたり使っていただいたりしておりますしかしながら昨今ナショナルアジェンダでもある CO2 脱炭素の動きは強くなってきております 航空機燃料は非常に多くの CO2 を排出しておりますので、当社設備を使用していただくことにより、CO2 排出量は10分の1に減らすことができます。日本においては、ここに対してオブリゲーションはかかっておりませんが、今後、このような規制がかかることによって、航空会社さんにおかれましては CO2 削減を減らすことを目的に、我々の設備、利用率を上げていくことの力がかかることと、我々は見ております。以上、ご回答申し上げました。 続いてのご質問です。戦略投資が遅れている具体的な理由はありますでしょうか投資の意思決定に大株主のご意向を伺う必要はあるのでしょうかまた、来期以降に戦略投資の投資回収による利益貢献を見込めるのでしょうかもう少し先、例えば次期中継期間などのイメージになるでしょうかといったご質問です。お願いいたします。 CS の辻から回答させていただきます。えー、まず、えー、大株主の意向を、えー、投資主決定に伺う必要があるのかという、えー、点について回答させていただきます。えー、当社は独立した上場企業でございますので、えー、大株主の意向を伺い、投資の意思決定をすることはあってはならない、えー、そのように考えております。えー とはいえ、戦略投資が遅れている具体的な理由は何なのかっていう話です、ございますけれども、えー、確かにあのなかなかあの新しい事業を 生み出して新しい収益を立ててやってくるっていう事業をこれまでは当社は60年間やってきていない企業でございますですのでここで組織を大きく改革をしまして新たな体制を入れまして外部からの人材もどんどん活用する形で積極的に皆様に還元ができるように企業価値向上に努めたいというふうにそのように考えておりますそれから戦略投資の改修ですけれども中期 経営計画期間中での改修ということは、えー、ほとんど考えておりません。えー、将来の AGP のために今、今期からさまざまな投資を実施してお金をふんだんに使いながら将来の AGP、将来の AGP の, AG の従業員そして株主様に還元できるように努めていきたいと思っております。す。以上でで続いてのご質問です。 エンジニアリング事業の部品交換や機器設置工事などの大型工事、いわゆるフロービジネスの減少は一過性のものでしょうか。減少の背景を含めて解説をお願いいたします。といったご質問です。お願いいたします。CFO の竹山でございます。フロービジネスについてですけども、これは一過性の減収かというご質問ですけども、これは一過性のものだと見ております。 大型の設備につきましてはある一定期間で部品を交換する時期がどうしても来てまいりますコロナの影響により一時的に延命しているものがありまして一過性として減少しているものでございますこれが2年続く3年続くそこのスパンについてはまだ未だ不透明なところもございますがいずれにしてもこのフロービジネスについては時期が来れば戻ってくるものと見ております 続いてのご質問です。今期の業績予想は売上高で10%増の予想されていらっしゃいますが、動力、エンジニア、商品販売での事業別の内訳を教えてくださいといったご質問です。お願いいたします。引き続き竹山よりご回答申し上げます。10%増の内訳でございますけれども、金額に直しますと13億1300万円の増収でございます。 動力事業がそのうち3億9 0万円となっておりますエンジニアリング事業につきましては3億6800万円商品幅販売事業につきましては6億3500万円と見込まれています動力事業につきましては先ほどスピータからも説明がありましたが航空需要の回復により顕著に推移しておりますエンジニアリング事業につきましても航空需要の回復が後押し業務量が増加し増収となっております 一番大きく伸びております GSE 販売事業ですけれども、こちらにつきましては大型の GSE 販売、こちらの制約が決まっておりまして、大きく増収を計画しております。以上回答申し上げました。続いてのご質問です。中期経営計画では、2026年3月期に売上高150億円、ROE10%、営業利益率10%目標で掲げていらっしゃいますが、 売上高は達成が見えてきているものと思いますが ROE 営業利益率10%に向けたお取り組みと今期の成長投資との関連を可能な範囲で教えてくださいと言ってご質問ですお願いいたします次から回答させていただきます成長の実現に向けた投資が遅延している中 AGP の将来のために、えー、AGP の中期経営計画達成のため、それから中期経営計画以降を見据えて、今期は私ども、本気で各種施策をスピード感を持って推進してまいります。 え、組織改革を行い、新たな体制で、新しい収益の柱となる成長事業の創出に向けて、邁進してまいきりたいと思っております。これらを実行するためにも、やはり人材、優秀な人材の確保は必須でございまして、この度、人的資本投資として、優秀な人材の確保、それから賃金水準の引き上げ等々、お金を使っていきたいと思っております。また、あの、当社は技術の AGP、 技術に誇りを持っていいる会社でございますこの技術をバージョンアップさせるためには研究開発投資ということも必要になってきます。最近その辺が少しおざなりになっていたことは否めません。今期からは人材にもしっかりとお金を投資しそれから技術の研究開発にも お金をしっかりと使い、将来の AGP のために成長の実現に向けて邁進していきたいと思っております。一方で、先ほどから杉田竹山よりご説明がありました通り、抜本的なオペレーションの見直し、PPR を推進していく所存でございます。これによる労務費の抑制につなげ、利益の最大化を追求してまいりたい、そのように考えております。そして当社は最終目標の売上高150億 それから営業利益 ROE 十パーセント、これは必ず達成してみせます。えそのように考えております。以上です。続いてのご質問です。今回の社長交代とチーフオフィサー制度の導入により権限以上による意思決定のスピードアップを図っていると思いますが、既存事業の収益化のポイントと新たな収益化への方向性を教えてください。といったご質問です。お願いいたします。 はい杉田からご回答申し上げますチーフオフィサー制度の導入につきましては先ほどもご説明させていただきました皆様もうすでにお分かりだと思いますけれども経営に関する意思決定のスピードアップこちらが最重要と考えてございます既存事業の収益化のポイントといたしましては動力事業における収益の向上先ほどもご説明させていただきましたけれども GPU 利用率の向上、こちらをしっかり取り組んでまいりたいと考えております。まあ、こちらに当たりましては、あ航空当局への協力もお願いしながら、あ官民大というような形で取り組めたらと考えておりますので、えー、皆様もご理解いただければと思います。以上上ご回答申ししげましたそれではお時間も参りましたので、これをもちまして、質疑応答の時間を終了とさせていただきます。 最後に杉田社長よりご挨拶がございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様本日はご対応のところ、株式会社 AGP 決算説明会にご臨席いただきまして誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。